さあシンデレラフェスノワール、いやー7周目早見かなでもみやで来てしまった。ちょっと待って、何ですかこのノワールは。いやちょっと待って、いやーこれはね、ノワールはだいたいいつもと違う雰囲気を推しにしてるんですが、白と黒のコントラスト、いやシンプルに美しすぎる。よし、ということでリップス担当シンデレラフェスノワールガシャが来てしまいました。7周目、早見かなでさん、リップスのセンターは、チューリップのセンターは北斗ではなく自分なのだとここでアピールしてくる、そういう実装のされ方、そうですよね。でも片時も忘れていませんよ、チューリップのリップスのセンターがあなたであるということは。いやちょっと嬉しいなマジで。最果てに咲く強化、うーん、鏡花強化だろうね。うん、いや、とこしえの真実見せてくれ、その真実。ちょっとこの半分白で半分黒のね、仮面ライダーダブルモチーフめちゃくちゃいいよね。うん、完全にファングジョーカーだもんね。何言ってんの俺は。いやちょっとこれはもうリップス担当としてできればね、引くまで行きたいね。まあまだ今月ね、割引ジュエルすら買ってないからいけるでしょうということで、まあ納税からちょっとここはね全力で引いていきたい。大感謝シンデレラフェスノーワール、お願いします。かなでさん早く来てくださいよ。あー、おー、まあ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 、ここはね、まあ、この納税はまあまあジャブみたいなもんです。これは乱数調整みたいなもの。そうです、もうねデコルテを見せたくてシャツを開けてるかなでさんをお迎えするしかない。もうシャツとかじゃないもんね、もうドレスだもんね。デコルテ見えまくりだからね、もう負けるはずがないんですよ。ちょっと待って、アイテム購入、そうだね、ちょっとせっかくだからこういうね服を買っとこうかと。そうだね、こういうの服買っといて、そうそうそう、それで10連引くっていうのは大切だからね。おー、なのでとりあえずちょっとアイテムでまあさせてもらいましょうか、ここはね。おー、それでは対戦よろしくお願いします。かなでさん、ロード、かなでのロード、これはまさに奏でていく。まあ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 、SSR はなし。まあ、ここはね、もうジャブ。ジャブジャブジャブ。まあ、10連で引こうなんていうのはね、そうは問屋が下ろしませんよということなので、ここはまあ、ジャブです。本当に軽いジャブ。お！今のロード、ちょっと重厚じゃないですか？さあ、青い風が吹き抜けていく！いや、これは熱い！これは熱い。もう一枚いる。もうこれが奏のパターンあるからね、全然。ノワールだから。いや、でもそんなことはまだないんじゃないかという思いもあるよね、これは。そんなに早く来てくれる。いや、でもね、合同ライブでもやっぱり、奏のこと見れなかったから、その分、寂しい思いしてるんじゃないのかって言って、早く来てくれてるっていうパターン全然あるよね、これ。うん。やっぱり、リップスのチューリップのセンターであるアピールを、ここでしてくるのかと、北斗には負けていられないぞってことをここでしてくるのか、どうなんですかと。ああ、奉仕証拠、ちょっと待って、持ってなくない？持ってないよこれ。今日の撮影はおしまいだけど、もう少しだけこの幸せに浸っていよう。いやー、もうありがとうございます。合同ライブでも証拠はめちゃくちゃ良かったもんね。素敵な友達がたくさんいて、ここはまるで天国みたいだな。ほら、親友にも聞こえるだろう。ずっと一緒だってささやくみんなの声が。本当に幸せな世界だ。いやー、もうこんなに満足そうな、幸せそうなキノコまみれの星翔子を見れているということ、ここにまず最大限の感謝を届けたい。そしてやっぱりね、熱い、タイムリーすぎる熱い実装、熱い引き、もうねこれはもう奏に向かってかなり幸先いいスタートを切っているんじゃないでしょうか。もうありがたすぎる、本当に。まあね、まあまあまあ、SSR ね、いきなりちょっと強い引きをしてるから、ここはね、まあ、ノー SSR で、ノー SSR でいきましょう。ノー SSR。
イエス、フォーリンラブ。イエス、アイムパッションです。この、溢れ出るパッションを、パッションを胸に秘めてローディング。あー、追い風吹き抜けてますよ。来るんじゃないの。一枚抜き真ん中。これもしかして、もうデコルテ店に来てくる可能性あるからね、これ。だいぶ店に来てるよ、本当に。おー。あえて忘れてきた傘で、そして見せてくれるデコルテ。そういう期待を込めても、いいんですか？期待しちゃっても、いいんですか？どう？おー、アナスタシア！いいねー。まあ、アーニャはね、工場は全部持ってるけどね。ウォーミングハート。いや、心温まりましたよ。ありがとう、アーニャ。かわいすぎる。まあ、アーニャと言ったらね、僕たちの間では、こちらのアーニャなので、スパイのアーニャもかわいいけどね。ありがとう、アーニャ。いや、いい引き。そしてまたロード。いや、これね、ちょっとやっぱり、やばー、そしてまた刺繍。でもまあ、ロードの長さ的に、まあまあまあ、これは違うでしょうといきなりいるね。さあ、誰なんですか。おー、原田美代ちゃん。いいね。プレミアムカットだ。プレミアムカットでは確か持ってなかったもんね。いや、可愛すぎる、こだわりチューンアップ。ミオちゃんはね、SSR2 種類ともめちゃくちゃ可愛いから、みんなもぜひ、スカチケなりなんなりでちょっとお迎えしてください。いいよ、キャシー・グラハム。可愛すぎる、ジョイフルベーカー。いや、いいね。いや、ちょっと待って。このゲーム、可愛いアイドルしかいないのでは？もしかして。今更ですけれど。何を弾いても楽しいのでは？そしてまた重厚なロード。ちょっと待って。おかしい！これがシンデレラフェスなんです。青い風が吹き抜けていく。吹き抜けた青い風、その先の一体どんなことを知ってみたいんだ。始めようぜ、レッスンを、アナスタシア。しかも今度はノーワール、アナスタシアだ。持ってないぞこれ。寒くても平気ですよ。今のアーニャはフレイヤ妖精ですから。いろんな足。いや、ちょっと待って、さっきのね、どんなアナスタシアも可愛いですよみたいな雰囲気の後に、持ってないアナスタシアが来てくれる。これね、答えてくれてるんです、こちらのボイスに。もうハートボイスなんです、これは実質。たくさんの明かりに照らされた氷の舞台、アイドルのステージと少し似ていますね。ならアーニャも踊ってみせましょう。見ていてくれる人みんなにマギア魔法をかけるように。この魔法は12時を過ぎても解けることはない。ちょっと待って、何これ、めちゃくちゃいい。もう美しすぎる、本当に。もうこれは完全に心がラブライカされてしまう。いや、ちょっと待って、こんな引きしていいの？ 2 枚引いてるよ、新居奏以外で。強すぎる、さすがに。そしてまたロード。まあまあまあ、でもさすがにここは違うでしょ。うん、違うでしょ。おや、いるね、1枚いるね。え、でも奏じゃないでしょ、さすがに。今のね、今のロードの重厚じゃなさは尋常じゃなかったから。あんなに軽薄なロードは見たことないぐらい軽薄だったからね。だから、まあ、奏ではない。おー。さあ、誰が来てくれる？おー、ミクニャー。まあ、ノーアールミクニャーは持ってるね。プレミアムカットになったのかな？もともとプレミアムカットだったのかな？もうわからないね。でも、ただ一つ言えることは、このミクニャーは、とっても可愛いニャンダフルワールドです。いや、ちょっと待って、引きすぎじゃない？ノワール限定を。いや、マジでちょっと引きすぎですよ、ノワール限定を。シンプルに、もうとりあえず一旦ラスの10連だね。これでどうなるか。あ、またロード。マジで言ってる？これ青い風吹き抜けたりする？うわ、青い風吹き抜けてるね。ちょっと引きすぎじゃない？ SSR ちょっとマジで。いやー、ちょっと引きすぎじゃない？これ、カナデ、カナデさん、どう？そんなことある？ない？あー、ユッキー、ユッキーは持ってるね。思いのリリーバー、姫川ユキさん。でもこのユッキーは2周目だね。かわいいね。いや、ユッキーもね、だいぶ SSR かわいいんだよな。いやー、かなり良い、かなり良し。
よしよしよし。そして購入してきた割引ジュエル、これでまた続いてのガチャを回し出してもらいましょうかといったところでございます。いやー、まだ90連しか回して、まだ80連しか回してないんだもんね。なかなかちょっとロードがね、ちょっと入りすぎ本当に。ちょっと SSR をマジで抜きすぎ。あー、まあさすがにちょっと、さすがにちょっと小休憩。いや、さっきちょっとマジでね、抜きすぎだったからね、 SSR 本当に。おお、さすがにちょっとこっからは小休憩が入りまくるんじゃないの。もう今回ちょっとなんかボーダスフェイズというか、もうスキップフェイズみたいな、 SSR こっからはありませんよみたいな、そういうフェイズに入ってもおかしくは何もないからね。おお、だからそこがどうなるのかちょっと楽しみにしたいところだよね。おお、またロード。でもね、まあ重厚じゃそんなにないからね、 SSR ロードではないと思うんだよねこれも。おお、そうだねそうだね、これはノット SSR ロード。おお、ちょっと早くなったね、一気に展開が一気に早くなっている。おお、ちょっともうちょっとゆっくりでもいいんだよと。お、今のは若干重厚。SSR は、いる。いや、いない。あ、そうか。SSR ちょっと、もう、さっきまで確かに異常な確率で引いてたから、ここ今、収束タイムだね。おまあ、しょうがない、この収束は。ロードはね、依然入り続けてるんだけど、まあ、これはもう来ないでしょうと。そうだね、そうだね。いや、なんか今、悟ってるわ。今来ないっていうのは、もう、この流れは完全に来ない流れなんだっていうのは、ちょっともう分かってるね、心が。あ、ちょっと重厚。ガー、やっぱり来た。これ分かってた今の。一枚抜き。いや、でもね、あの長さはどうだろう。奏の長さなのか、あれは。どうなんだ。いや、でも違う気がするよね、よ。やっぱりね、そんなにすぐには来ないんじゃないのかと。やっぱり、もったいぶらしてくる。だからこそ、我らリップスのセンターである、早見奏で足りえるのじゃないかと思ってるんですが、来てくれてもいいんですよ。どうですか。あー、キーバーマナミさん持ってないね。かっこよすぎるね。いや、これはかっこいいよ。この夜を抱いて、いや、抱きすぎも、抱きまくりも、片時も離されてない。え、マジで。いや、ちょっと、マジって言ってる。さすがにかっこいい、これは。ふふ、君はいつもそうだな。私の練習に付き合って遅い時間まで、もっと自分をいたわってほしい。ああ、眠っても構わないさ。今で遅れてくると頼んだのは、私の方だからね。ちょっと待って。かっこよすぎでしょ。でも、こんな状況、眠れるわけがないんだよな。もうギンギンです。ギンギン。いやー、それではちょっと150連目、いっちゃいましょうか。お願いします。お、またロード。だから、ちょっと重厚なロードが来た時は SSR がいるパターンだっていうことだね。お、それは分かったね、今回のことで。いやー、でも、もう新規今3枚抜いてるからね、かなり強いんじゃないの。で、このいい流れに乗って沿っていきたいところがあるよね。おー。さあ、お願いします。わっ、絶妙に少し重厚。そして刺繍、吹き抜けていく。さあ、これはもう来たんじゃないの。来たでしょ、これは。来た。おお、黒川千秋さん。うわー、これはかわいすぎる。ノーブレスノワール、もうノワールだもん。実質ノワール限定千秋さん。いや、千秋さんね、2周目の工場持ってないからね、ワンチャンあるかなと思ったけど、でもこちらでも十分です。もうね、この千秋さんを僕が動画で引くのは何回目か分かりません。もう実質黒川千秋担当なぐらい引いてるからね、千秋さんのことを。いや、だから今のかなり元気もらった、勇気もらった、パワーもらった。だからこそこの先に走っていける、そういうところなんですね、これは。いやー、なかなかもったいぶるね、カナで、やはり。お、どうだ。もうね、このロードが重厚なのかどうか、僕にはもう判断がつかなくなっている。さあ、あー、吹き抜けない。ノー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 。ホワイトフードはめちゃくちゃ久しぶりに、てか、今日初めて見たね、完全なるホワイティは。ホワイティホワイティホワイテスト。あ、今の重厚だったんじゃない。これ重厚だったでしょう。そうだね、いるね。いや、これ、皆さん、お待たせしましたよ。やっとお見せできる時が来ましたよ。このリップス担当として、もうね、早見奏を僕がどれほどお迎えしたかったのか、今この瞬間に全てを叩き込み、皆さんにお見せできる時がやっと来ました。さあ、梅田鈴保さん、
持ってない方の鈴穂ちゃんじゃないかこれ。いや持ってるな、笑う大樹上田鈴穂さん、ありがとうございます。これスカチケでお迎えした鈴穂さんだね。いやー、まあ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 、やはりとそう簡単にはいかない、まあ、だからこそ面白いのだと、そういうことをねもう僕に教えてくれています。これはもうね完全なる面白さ、突き抜けて行こう。さあどうなる。まあ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 、これもねまあ分かりきってはいたこと、これもねある種のまあ分かっていたでしょうっていうことですね。これはまあまあまあ、お今のロード、これは来てないのか、今の重厚なロードでも来てないことがあるのか。そうか、持ってない SR 引いたのかな。そう、ああやっぱりそうだね。おー、冴島清美ちゃん星雲の超志、いいね。正月ボケに勝つ、遅刻厳禁と、よし、うまく書けましたよ。標語を事務所中に貼ることで浮かれた気分を律することができるはず。新年だからこそ志を新たにですよ。そうだね、今まで結構強いガシャの引きをすることもあったからこそ、今志を新たに謙虚な気持ちで引いていこう。もう物欲センサー、今までねちょっとね金に対して物欲センサーが出まくりだった、それをちょっと認めよう。ここからはもう明鏡止水、無我の境地で、もう引けなくて当然なんだと、その気持ちを持ってやっていかないといけないっていうことはもう分かったね。これで落ち着いて健やかなる心で、穏やかなる気持ちでやっていきましょう。続いての10連。まあ来なくてもいい。ほう、来なくてもいい。ノーローディングだったけど、まあ何も来なくてもいい。もう、なんならこの10連。あー、SSR いるね。もう、R のアイドルすら一人もいなくてもいいと、すら言おうとしたけど、こういうやっぱ明鏡止水の気持ちを持っているからこそ、まあ SSR を引いてしまうということだね。でもまあ、ノーローディングだからね、すでに持っている子であることはもう確定なんだけど、それでも嬉しい。そういうものなんです。わー、ミクニャン、めっちゃ来んな、ミクニャン、ありがとう。プレミアムカッティングミクニャン、いやもう可愛すぎる、ニャンダフルワールドですよ。もう完全にもう丸暗記してるからね、ミクニャンのことは。可愛すぎる。いやすごい確率だなこれ、ピックアップ外のノワールを2枚同じの引くっていうのはね、結構意外な。お、今のはどうだ。いやでもまあまあ侮辱センサーゼロでいきましょう。引けません。これももう患者さんではないです。もう分かりきっている。なんていうダイナマイトなんだ、さとみちゃん。ちょっと待って、今ちょっと心が乱されてしまった。ダメ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 、落ち着いていこう。違いますね。ミリアちゃんのノワール、いいね、いいよ。ミリちゃんのノワールも持ってるからね。おー、そしていいプレミアムカット、これ多分プレミアムカットじゃもともとなかった気がするな、ミリアちゃん持ってんのは。いや可愛すぎる、ファンタスティックナウ。いやもう完全にロマンティックナウの次の曲だもんね。もうファンタスティックナウはもう歌ってくれ、その曲を聴かせてくれ。もういや可愛すぎる、マジでありがとうございます。お、重厚なロード、刺繍 SSR2 枚抜き、いやー来てしまった。いやでも違う、落ち着こう。違います。もしそうだったらもう僕はこの世から去る、それほどの決意を今固めました。違います、これは。うん、うわー、しきにゃん、いやいいね、普通に嬉しい。いや普通に、いやしきにゃんは嬉しいに決まってる。やっと来たね、リップス。奏でる先にしきにゃんが来てくれた。そしてこれは、この流れはもしかして、もしかするとそうなんじゃないの。どう、あー、ヨシノンは持ってるね。ヨシノンは持ってるだけれど、まあ十分嬉しいでしょう。プレミアムカットだからね、ありがとう。風が水鏡、よし、もう残りの分ここで奏を弾けるのかどうか、その戦いバトルが僕を待っている。もうね、物欲センサーやっぱり出していこうと決めました。出さずにはいられない。どうせ泣いても笑っても50連だって、たらもうテンション高くここにぶつかっていった方がいいでしょう。そんなに私に会いたかったのって言わしてみせますよ。早見奏さん、行くぞ。
まあ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 まだ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 慌てる時間じゃない。まだ時間を残されている。まだ慌てるタイミングじゃないんです。ここのラスト、ラストスピリッツ、この残りに全身全霊を込めて、いやージラスね、楽しませてくれる。こんなにもこんなにもワクワクドキドキ楽しませてくれる。もしかしたら引けるのかもしれないというこの淡い期待が、まあ、すでに新規3枚引いてるけどね、僕を高鳴らせていくんです。この重厚なロード、これは来た、間違いなくこれは来た、もう確信している、この重厚なロードは絶対に来ている、もう間違いない、もう間違いないでしょう。これはまさかここ290連目で来るっていう、その熱すぎる展開、熱すぎるパーティーを見せつけてくれるんじゃないの。マジでマジで言ってるでしょこれ、もう来てるでしょこれは。そうだよね、かおりちゃんよろしくお願いしまーす。さあよーし、ここで来るから金なんだ。これはリップスのセンターですわ。普通の車ね、気取りがなくてあなたらしい。普通が一番難しいから。確かにこの状況は何もかも普通じゃない。たまりませんね、もう濃度ゲボンゲボン。いやもうお迎えありがとうなんて、こちらこそ来てくださって本当にありがとうございます。お迎えありがとう。出口を間違えて歩いてたら急に降ってきて参ったわ。でもそんな間違いもそう悪くはなかったのかも。私を心配するあなたの顔が見られたんだもの。いやもう出口を間違えて歩くなんて、その感じでそのギャップ、そりゃ心配もするでしょ。いくらでもその顔は見られますっていうか、もういやもう嬉しすぎる。こんなことある、こんなことあんの本当に。いやすごいね、だってここまで来たらもうそうだね、10連引いて持ってないノーワールの中から好きな子一人お迎えする権利までもらってるってことでしょ。すごすぎる。ということで最後の10連、いやしかもロード入った。ここでさらにもう一人持ってない SSR を引くなんてことがあったりだかないかったりとかしないね。まあ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 、完璧なウィニングロード、完璧なウィニングロード、もう大勝利ラン、もう勝利という、もうその2文字、その2文字だけが僕にふさわしい。今僕と奏に最もふさわしい2文字、それが勝利。さあ行きましょう、お迎えしちゃいましょう。スターシャインスカウト、持ってない SSR の中から一体誰をお迎えするのか、ちょっとじっくり見させてもらっていいですか。もうね、いやーもうチエリー、ミホ、リカ、タクミ、ランコ、サチコ、アイリ、フミカ、ハットリトウコさん、もう完璧なノワール。まあ工場にもね、持ってない子はいて、いっぱい欲しい子はいますが、もちろんめっちゃいんな、めっちゃいんな、めっちゃいますが、やはりめっちゃいるんですが、やはりまあここはねノワールの子から選びましょう。いやでもめっちゃむずいなこれ。チエリ、ミホ、リカ、タクミ、ランコ、サチコ、アイリー、フミフミでしょ。なんていうむずいラインナップなの。え、どうしよう、ちょっとどれにしようかな、ルーレットいきます。今どれにしようかな、どれにしようかな、ルーレット一気回るよ。待って、全くテンポがつかめてない。さあ、おお、なるほど、これはいや行きましょう。自称愛の女王、コシビズサチコさん。まあね、このサチコは相当可愛いからね、今からちょっと見せます、もうこのサチコの可愛さを。いや、いいロード、LOIDING。 さあ来てください、可愛すぎる女、コシミズサチコさん。いやこれね、もう鏡映りなんですから。もう景色も寂しくなってきましたね。僕が降り立てば光に満ちるんですが。
もう外の景色見ながら、いやこの景色も寂しくなってきたねって、でも自分が降りた瞬間光り輝くんだよって、もうこのメンタリティをこの年齢で持てる人は他にいませんよ。いや本当に素晴らしい。なんだこれは。ちょっと至極。今日も一日お疲れ様です。僕終点まではまだかかりますね。今のうちに本読みと宿題を。ううん、ちょっとだけ休憩を。みんなどんな夜を過ごしているんでしょう。いやー、もういつもの自信満々に溢れている幸子のちょっとしたオフっていう感じも、どんだけね陰でストイックな努力をしているのか、もうこれから読み取れるもんね。いやー、ちょっともう少しだけ、今は少しだけ休んでくれということで、まさかまさかまさかスーパースペシャル大勝利ガシャとなってしまったシネマフェスノワール。まさに290連目でピックアップ引くのはね、夢に見たことはあったけど実際にやったことはない。だそうだ、だってどうせ天井行くんだったらね、天井までに、天井ギリギリでお迎えして天井行って他にアイドルスカウトできるのが理想だもんね。やっぱりね、普通じゃないんですこの状況。この普通じゃないこの状況に奏が持ってきてくれたこの普通じゃないシチュエーション、もう何もかも最高でした。もうどんな大雨の日でも迎えに来させていただきますということで、最後ね5人、今回引いた5人の MV ちょっと見てお別れさせていただきましょう。やっぱりもう散々擦ったので、今回はチューリップ。今回引いた新規5人エディション。やはりセンターは早見奏でしょう。いや、かわいすぎる。いや、いいな。え、めっちゃいいな。え、なんか衣装のバランス良くない？やっぱノワールが4人いるからかな。ねえ。なんか統一感あるね、結構。で、まなみさんもかっこいいしね。うわー、なーにこのダイナミックセクシズム。いやー。これはセンターですわ。いや、いいね、かっこいい。いや、もう合ってんね、衣装全員。え、これ全員ノワール限定だね、もうこのまなみさん完全にノワール限定だね。いやいいわ。今回のガシャはとても良かった。新規5枚抜きはなかなかないよ、スカウトまで含めたといっても。これは本当にハッピー。いやいいね。いやー、やっぱりチューリップは最高なんだよ。ありがとう奏で7周目。いやー、幸せタイムだ本当に。やっぱね、勝たん、奏でしか勝たん、もう最高。いや、この幸子もいいね。この毛は黒モチーフなのがノワールの特徴みたいなところあると思うんだけど、いいね、映えるわこの曲とのバランス。あー、いやー素晴らしい。思わずもう変な声が出てしまうからね。うん、人生で変な声なんて出したことないんだけど、今の出しはその目線いいね。いや素晴らしい。いやいい。おお、いやたまりませんだ。やっぱいいよ、アイドルさん、シンデレラガールズ、みんなやろう。やってない人もやろう。もう後悔させんからさ。もうこれ見たらわかるでしょ、後悔しないって。これ見てもアイドルマサシネガールズやって後悔するって思ってる人はいないよ、一人も。本当にね、やりましょう。もう、そしてまた今度ゴードライブがあった時、みんなで行きましょう。いや、ハッピーネス。舞い散る花に残していくわ、あなたへの思いを。その花びら全部回収して額縁に入れます。